だってただじゃやられないって。なぜ、なんで俺は智也に勝てないんだ。お弁当作ってたら時間に遅れちゃってねえ、許して。よかった。そうだね。さ、早く行こう。今からちゃんと準備しておかなきゃダメだよ。
がとうございます。中間の勉強を。はい、中間。テスト勉強です。私結構勉強遅れてるから、それで夢中で読んでて。どうしたんですか？忙しいのよ。違う？君が320円のお釣りだよね。僕じゃない？あなたがバニラ牛乳じゃない？あー、もうわかんないよ。ともやくんは250円のお釣りでいいんだよね。今日はパン買えたじゃない。よかったね。
ゃん、ちょっといい？あのね、ゆえここちょっとわかんないんだけど。まさかさ、まさか三上くんに聞くつもり？え？ともちゃん数学得意なんだよ。寝てばっかりの人だよ。きっと寝ててもわかるんだよね、ともちゃん。え、ともちゃんにもわからないの？数学全然ダメだからね。そこで納得できるわけ。そんな嘘真剣に聞けるかな。そうよ、ともちゃんは嘘つきなんかじゃないもん。本当お似合いの二人だわ。ねえ三上くん、うちのクラスの担任って授業終わるとすぐ来るけど、それは聞いたけど、それがどうかした？すごい奥さんって、それがこうやってすぐに来てる理由なの？
えばこの前、今日は遅くなるからごめんねって誰かに電話したのを見ちゃったんだけど、やっぱりそれって奥さんの。話し込んじゃったね。ま、いいけど。じゃ、お先に失礼。ともちゃん、前にさ、七不思議の話したことあったでしょ。ねえ、あれ何だったのか教えてよ。だってやっぱり気になるの。気になる。何するの？だって食べたってダラダラこぼれるだけだよ。また骸骨ネタ。外人がお茶漬け食べて故郷をしのぶのよ。それは？ごまかさないの。それに次は確か3番じゃなかったっけ。趣旨変わってない？